はい、こんにちは、ジャマです。今回はクラロワ動画撮ろうと思います。ということでね、とりあえず宝箱から開けていきましょう。ほい。まあ普通の開けて、金のやつですね。金のやつも、そうか。で、こっちのね、なんかピンクいやつ開けましょう。お、スーパーレアのワイルドカード嬉しいですね。オッケーオッケー。あ、ローリングヤバイヤーもなかなか嬉しいけど、レベルアップまではちょっと遠いのか。はい、そしてさらに、こちらの宝箱ね、開けていきましょう。ほい。なんか一気に、複数個開いたので、よかったかな。さあ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 。お、なんだこれ。強化の指南書スーパーレアアイテムがいっぱいです。これなんだ？なんか新しいアイテムゲットしたね、これ。強化の指南書を使うとアップグレードに必要な枚数のカードを瞬時に追加します。あおー。ってことは、スーパーレアの必要枚数多いやつに使えばその方が得だよって感じか。そうなのかな？だとすると俺の場合はあれだよね、スケルトン部隊をやるのが得っちゃ得か。ちょっと待てよ、でもスーパーレアのワイルドカードが5枚あるから、あ、スケルトン部隊でもないか、ローリングバーバリアンでもいいのか。他にはそうね、いやでもどうしようかな。むしろね、スケルトン部隊レベル 10に自力で上げて、その後にさっきのを使うっていうのが一番得な気もするな。ちなみに破壊石はよく使うので、これレベル上げちゃおっか。コインがね、今回手に入ってるやつで足りてるからね。オッケー。これで破壊石レベル9。さあ、そろそろね、ちょっと、フローズンスピークもね、勝ち上がっていきたいということで、まあいろいろ試してはみたものの、使い慣れたこれが一番、勝てそうかなということでね、これでやっていこうかなと思います。行きましょう。ただね、これだとね、気球とかがねちょっと苦手なんだよね。気球がうまく対処できない。気球うまく対処できないけど、まあちょっと気球とマッチしてしまったら諦めるぐらいの割り切りも必要かもしれない。相性とかはね、まあどうしたって多分あると思うので、そんな感じですかね。さあ、こいつは、ね、建物のデッキっぽいが、そうなるか。さあ、なんとか、建物をね、一通り破壊したけど、また、新しい建物が建ってしまう。そうですか、そうですか。まあ破壊し出して、ネクロも出して、左側をちょっと攻めていきたいかなとは思うんだけど、あ、向こうに建物追加したので、これ逆に攻め時かもしれん、こっち側の。オッケーオッケーオッケー、結構入ってる。よし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 、折れる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 。いけいけ、よし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 、オッケーオッケー。これなら追加でちょっと攻めてもいいかもしれん。あー、しまった、それの圏内だったか。まあ左から攻めていっちゃいましょうか。おっと、これは細かいやつで殴っていけば落とせるか。オッケー、いけそうだね。追加して攻めていこう。あと600だったらいけるいける。
さ、あーでも倒されてしまう。隣に小屋が立つ。これはちょっとあれか、耐えられると面倒か。そうか、そうやって守り抜かれると確かにちょっと厄介だな。おっと、こいすげえ建物しかいないじゃん本当に。これちょっと守り抜かれてしまうかもしれんな。攻めきれないね。ただ向こうも決め手がなさそうなので、これは勝ったでしょう。まあキングタワー降りたかったけどね、降りたかったけど、まあとはいえ勝ちは勝ち。 OK。 ほい、お、マスター報酬を受け取りましょうということなので、デビドラの報酬受け取りますか。はい、ベビードラゴンマスターバッジレベル2。あ、これあれだな、ベビドラレベル上げるのはありだな。8000コイン必要か。でもそれはちょっとすぐには用意できないな。さっきの使ってなければもうちょっとだったかもしれないけど、これじゃあベビドラがレベルアップし次第あれ使おうか。さっきのこれ強化の指南書、そうするとまあ一番枚数的にはお得だよねきっと。はい、ということでまあ続けていきますか。いきましょう。さあ今度はどんなデッキが来るか。なんか建物だったらねちょっと勝てる気がするいやわかんないけどね、強い建物もいるかもしれんけど。さて、まあホグライダーちょっと右手っかで殴っていきましょう。よし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 。で多分細かいの で出してくるかもしれないから、後ろからバルキリーを出して、ああそうなるか。はい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 、まあうまく受け止められちゃってる感じか。とりあえずちょっとお墓置いときましょうか。でだ、思ったより入ったな、思ったより入っちゃったけど、ネクロマンサー出し、おっとちょっと待って、これは困ったな。これちょっと骨の間にミニペッカー紛れ込ませて、あーそっちに誘導される。ミニペッカーがちょっと届かないか。そうなるとホグライダーで削られた分だけマイナスか。やられちゃってるね。ちょっと待ってくれ。あーダメだ、遅かった、ターゲットが取れない。しょうがない、マスケットをなんとか倒していこう。ただあれか、相手範囲攻撃とかが少ないか。ちょっと、範囲攻撃少なめの印象もあるので、もしかしたら痛え虫と逆からちょっとスケルトン部隊どうしてくるか見てみるか。あ、矢の雨があるのか、使ってなかっただけか。それはしょうがない、矢の雨ありましたか。さあ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 、おっと、とりあえずザップ。あーまずいまずいまずい、あーちょっと待って、あーやられた、これはダメだ。そう
うか。ホグライダーで削られてちょっと届かなかったねって感じか。もうちょっと墓をうまく出さないとダメだったかな。さあ次行こう。まあ溢れる前にネクロマンサー出していって、お、逆からなんだっけそいつ。まあそいつが来ると、よし、オッケー、とりあえず落とせた。そしてベビドラにはベビドラをぶつけましょう。オッケーかな。これはスケルトンでなんとか。ただ、空中に浮いてるやつがちょっと対処できないから、そこなんとかネクロマンサーかな、ネクロマンサーでなんとかしましょう。めちゃめちゃプロペラゴンするやん。おっと、これはどうするべき。ミニペッカ出すか。よし、打ち消し合ってしまった。届くか、届いたらでかい。一発入る、オッケー。一発入るだけでもかなり違いそうで、なんかごっついの出てきたので墓を出しましょうか。墓と後ろからベビドラ出して、まあスケルトン、ちょっとベビドラが嫌だね。先にベビドラなんとかするべきかもしれん。うん、どうすればいいこれ。ちょっとなんとも、こっちに、あーっと、これは厳しい。ダメだ、空中がどうにもならない。おられる。これはちょっと厳しそうだな。さあなんとか、あー、ベビドラ、ベビドラきついっす。ベビドラにはベビドラぶつけるしかないか。あー、ベビドラにはベビドラぶつけるって言ったのに違う方にターゲットが取られてる。これはちょっと参ったね。待て、危ねえ。いや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 、ちょっと待ってくれ。ダメだ、空中のやつがいないから、ベビドラをここに出して、ベビドラにベビドラでしょ。ちょっと待って、でも多分これ攻めきれないよな。でももう133しかないから、とにかくガンガン攻めるしかないよな。ベビドラ、あー、しまった、これは良くない。ちょ、せめてちょっと建物建てといて、でこっちもベビドラ出して、ただこの後がどこにも防げないよな。さてさてさて、ちょっと待ってくれ、どこだこれ。ただ相手呪文はないのか、なんか受け呪文はなさそうだね。たくさん、あ、あるじゃん呪文。なんで攻撃してこないんだろう建物に。そうだね、これはちょっと、とにかく、まあ出していくしかないね。とにかく出していくしかないけど、これちょっとダメか。そうか、
か、そうか、ちょっとこれは厳しいか。130はね、おい、いけるか、いけるか、いけるんじゃない、ちょっと行ってくれ。おし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 、謎の逆転、謎の逆転、これいけるいけるいける、ちょっとやる気した。ザップ落ちろ、おっしゃ相手呪文、あーでもあったよね、ぐるぐるぐるってなんか集めてるやつ。建物に打てないのかあれ、ちょっとわかんねえな。はい、マスター報酬またもらえる。お、スケルトン部隊、オッケー、素晴らしい。ちょっとコイン不足だね、こうなるとコインが足りなくてレベルアップがなかなかできないですね。さあ次行きましょうか。ほい、今度はどうでしょう、何で来るか。とりあえず様子見で墓を置いて、何もしてこなかったらバルキリー後ろに出しますか。さあマジで何もしてこないな、マジで何もしてこないなら後ろからミニペッカとか、ネクロマンサーも出してしまいましょう。これだとさすがに何かしてくるね。オッケー、そうだよね。あれ、うーん、そうか、ちょっとこれはうまくないね。リザードもきつい。さてどうしたものか。ちょっとベビドラのレベル10が厳しいね。プリンセスに関してはプリンセスに、ローリングバーバリアン打ちたかったんだけど打てなかったわ。ミニペッカで取るか、しょうがない。ほい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 と、オッケー。あーでもこっちもやられる、ぐは。あーちょっと待って、落ちるなそれ。いやベビドラでちょっと対処しよう。オッケー、まあ900、700だからこっちの方が少し稼いではいるか。ただ相手のベビドラのレベルが高いんだよね。間違えたか、あーちょっと待って、それまずい、しょうがない。これで少し、うーん、ベビドラはともかく、そうね、これで、いやダメだなこれ。なんかローリング無駄だった気がする。いや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 、ちょっと待ってくれ。これは399,000、まずい。いやちょっとダメだこれ。いやどっちにしろちょっとダメだね、落とされてると勝てない。なんとか耐え切った上で366を折らないといけない。ちょっとじゃあ厳しいね。また2350に戻ってきちゃったな。ただね、あのベビドラとかスケルトンレベル上げれたらもうちょっと勝てる気もするんだよね。しばらくちょっとこのままやっていくしかないか。思った以上にここでなんか白目を食ってるんだけど、まあ溢れる前にネクロ出しましょう。相手も出してくる、ショータイムがセットできちゃった。まあこっちも前にバルキリー出しましょうか。で、ちょっとタルト回して後ろから
殴る、後ろから殴って、まあそのまま突っ込みますか。一応残ったから、さあ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 、まあでもバルキリーでやられる。でバルキリーはミニペッカで殴って、ベビドラ出して、ベビドラにはぶつける。ベビドラのレベルがちょっとこっちの方が負けてるね。そうなるとちょっとここは、やられてしまうと、あ、オッケーオッケー、食らわなかったのはでかい。ちょっとお墓出して、でもう一回後ろから、ネクロ出して、でだローリングして、後ろから バーバリアンで殴りながら、前の方にバルキリー出して、ぐるぐるっとぐるぐるっとしていく。よし、これなら突破できてんじゃない。じゃあミニペッカも添えて攻撃していきましょう。何してくる。とりあえずザップ。あー、ちょっとタイミングが良くなかったな。まあでもこれなら入る。よし、オッケー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 、今回はうまいこと言ってる。あ、しかも一発入る、でかいね。一発入ったのはかなりでかい。で、ベビドラが来る。こっちもベビドラと、ネクロマンサー出して、で、マスケットに一応軽くつけといて、なんか思ったより、思ったよりうまくいってない。赤出す、赤出す、バルキリー出す、ぐるぐるっとやって、マジック、ウィザードはミニペッカぶつけておく。 OK。でバルキリーの後ろからネクロマンサー出して、攻撃していきましょう。で、墓を出しつつ、樽を投げて、 OK だね。2個目も落とす。さあ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 、そしてグーグル、 OK、 これは勝ったね。お、やるなーって返してきた。まあありがとうで返しておこうか。おい、さて、2385、なんとか。じゃあ次勝って2400いって今回は終わろうか。まあ2400までいってもあと200上げなきゃいけないからね、次のとこ行くまで。結構しんどい。とりあえず墓出す。あと墓とスケルトンで、あー、それで一発か。まあこっちも、樽には樽をぶつけていく。さあその上でだ、とりあえずネクロ後ろから出していくけど、またホグライダーが来る時までに墓をね、用意しておきたいんだけど、ちょっと墓がまだ用意できてないので、バルキリー、あーっと、そこのプリンセスやだね。大砲も邪魔だな。はいはいはい、あー、ターゲットそっちに行っちゃうのか。プリンセスを取ってほしいんですよね、ベビドラには。はい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 、あー、でもベビドラ、そうね、ベビドラがやられてしまったな。プリンセス取ってほしかったのに。ここローリングバーバリアン打っちゃうと今度バレルがなくなってる状態なので、ちょっと後ろから出してバレル出しにくいよねって言っておくか。まあそれでもね、出てきちゃうときは出てきちゃうけどね。さあまた来る。これしょうがない、バルキリーで、バルキリーで一応最小限。さあまた墓が間に合うか。間に合わない、ターゲット取れてない、よくない、それはまずい。あ、でもどうだ、ちょっと
だけ入ったね、攻撃が。ただこっちのがめちゃめちゃ食らってるという。ああ、しまった、タイミング悪い、めちゃめちゃタイミング悪い。ダメだこれ、やれない。700、1900か、ちょっとこれは厳しいね。さて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 、これあー、ホクライダー食う。ホクライダーはちょっと骨骨でナンパしながら、うーん、これはダメか。ちょっとプリンセス取れないからダメだこれ。プリンセスを取れないとどうにもならないんですわ。プリンセス取れないと本当にどうにもならない。待って、うわー、そうですか。やられちゃったね、ホグライダーが。なー、ホグライダー、バレル、あとなんだ、バレル、なんだっけ、タルーのゴブリン、あれに対してこっちもローリングバーバリアンを撃つっていう前提で言うと、プリンセスを、奥の方にいるプリンセス何で取ればいいんだって話か。呪文がもうちょっと威力高いの必要かもしんないな、これ。ザップよりも、でもファイアボール当てんのめちゃめちゃ苦手なんだよね。矢の飴って取れるのかな、プリンセス。矢の飴、228。Let's go. ああ、取れ、ん ?228、ギリギリか。でもレベル1上がってると取れないんじゃない、これもしかして。矢の飴使うならレベル上げないとダメだね、ロックじゃなくて。ちょっと、うーん、でも矢の飴にゴールド使いたくないな、今。こっちの2つ上げたいよなって思うと、このまま頑張るしかなさそうな気もするんだよな。ちょっともう1回だけ行こうぜ。宝箱をとりあえずいっぱいにして、今回はね、締めたい。さっきの勝ちたかったな。まあとりあえず溢れる前にネクロ出して、この人も初めのうち何もしてこない系かって言おうと思ったら、あー、しまった。ちょっと待って、やられた。ローリングバーバリアン無駄打ちになってしまった。ベビードラクル、まあこっちベビドラで細かいの取って、ただ向こうの空中受けれないからこれまずいか。ちょっと墓出して、ネクロで、ベビドラなんとかしましょう。厳しいね。厳しい戦いだな。どこだ、ここか、ここだ。よし、オッケー。今度は騙されない。別に相手騙してはいないんだろうけど、ちょっとね、ベビドラじゃない、タルゴブリンの位置が独特というか、ここがね、ちょっと空中がないから、バルキリー出しといてベビドラ、あー、間に合わなかった。そうね、まあこれはもう、あー、出た、空中のやつ。これベビドラ出して、タイミング、墓をちょっと出して、墓を出して、でこっちちょっと助っ人部隊でなんとかする。で、タルどこに打つ、あーっと、ちょっと待って、あー、ダメージ入る。はい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 、900まで行ってしまったが、向こうも1500だから少し頑張れないこともないか。さあ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 、ちょっと待ってくれ。これは、じゃあバルキリーをネコロの前に出して、で気球に関しては
高石で押さえて、でこっちはこっちで、ちょっと待って、それ骨には骨くっつけるか。で、バーバリアンで、あーっとダメだ。これは落ちるね、落ちる、しょうがない、落ちるのはしょうがないから、あっちも落とそう。いやー無理か、普及つらいな。そうですか、ダメだね。そうか、やっぱ気球なんとかしないと勝ち上がれないな、これ。また負ける。気球どうすればいいんだ、マジで。そうだな。ちょっともう一回行こう。終わりにするって言ったのに。さて、あーっと、あーそういうこと、それは、まあ、ちょっと待ってくれ、いきなり翻弄されてる、いてー、しょうがねえ、あんなにお手軽に大ダメージ与えられてしまったらちょっと、つらいよ。さて、うん、向こうはノーダメージだもんね。ちょっとこれはいかんね。これしょうがない、こいつで受けるしかないか。痛いけど、痛いけど、これで受けて、で逆から風船出していくか。地球がね、あーっと、そいつがいるのか。そうだね、それがいると防げるんだね。ちょっと厳しいな。そうか、そうか。ウィザードか、気球、ウィザードで防いでるね、相手。しょうがねえ。あー、ダメか。食らってるな。ちょっと両方落ちそうだもん、こっち。あ、でも落とせる、落とせる、落とせる。落とせるぞ、これ。いいや、いいや、いいや、落としに行こう、キングタワー、もうむしろ。無理かもしれんけど、あーっとそうなっちゃうか。くっそ、これはダメだな、ちょっと落ちるな。さあ、いや、ダメだね、厳しい。いや、ダメか、これはどうにもならん。うーん、最初にね、思いっきり突進食らっちゃったのが痛かったか。全然進めないじゃん、2300から。マジか。これなんだっけ。もう分かんなくなってきちゃった。一番最初のやつでちょっとやってみる。さあ、結果出しましょう。
さあ、そして、破壊石を置いて後ろからベビドラも添えていきますか。ザップ。よし、いけるかこれ。届けばいける気がする。これはどうなってる。届かないか、届かないのかこれ。よし、いった。いける。おる。よし。デッカでは折れなかったけど、なんとかベビドラでやってくれましたね。これちょっと待って、デッカで防げないか。いけ。よし。オッケー。で、ペッカの後ろからネクロマンサー出していきましょう。骨骨骨と。あ、これ突っかえてる間に骨いっぱい出してくれたりしない。さあ、ただちょっとガーゴイルちょっとやだね。おし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 。それか。さあ、2000まで来た。ふう。とりあえずお墓を置いて、ペッカでね、しつこく行きましょうか。よし。さあ、ペッカペッカペッカと後ろからネクロマンサー出して、それはどうする。こうか、ステルトンでわらわら取っていく。おし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 、オッケー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 。これならいけますね。よし、逆からペッカ出しちゃうか。もう一回。お墓置いといて、まあ、ぶつからせる。ザップ。さあ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 、落ちるでしょこれは。よし、オッケーっすね。まあ、ただね、勝てない相手にとことん勝てないので、もうちょっと何かしらデッキとかね、戦い方とか変えていかないと、ちょっとなんかこの2300から2600にかけてっていうのが、突破できそうにないので、なんとかしたいかなといったところですね。まあ、今回はね、これで終わりにしましょう。ありがとうございました。よいしょ。